セパ交流戦、北海道日本ハムファイターズ対中日ドラゴンズの2回戦です。解説は小宮山悟さん、西井俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。ここのところチームを見ていても選手の表情が明るくて非常にいい雰囲気伝わってきますね。そうですよね。もう本当に野球やって楽しんでる感じですよね。本当にそうですよね。まずはファイターズの先発斉藤が札幌ドームのマウンドに上がります。どう抑え込んでいくのか注目です。上野さん、やはり立ち上がりがきっちり抑えられれば流れに乗っていけると思うんですが、いかがでしょう。そうですね。どうしてもピッチャー立ち上がりって手探りで入ってきますから、抑えると抑えないでは大違いになりますからね。さあ、そういう意味ではこの立ち上がりどうなるか注目していきましょう。打ちました。打球はレフトへ。レフトが取りました。ちょっと甘かったな。今危ない危ない、真ん中に行ったら。さて、小宮山さん、バッテリーはどんな思惑でしょうかね。まあ、そうですね。初球に強いバッターですから入り方には気をつけたいですね。なるほど、そうですか。改めてお聞きします、バッターボックスの荒木、どういうバッターなんでしょうか。まあ、左ピッチャーが固め打ちも期待できるバッターですね。なるほど、そうですか。変化球で空振りを取ります。打順は3番ルナ。ツーアウトランナーありません。今日の先発ピッチャーは斉藤、ここまで8勝をマークしています。防御率も0点台と素晴らしい成績でここまで来ています。ど真ん中を見逃しました。ノーボール2ストライク。見逃して三振です。スリーアウトチェンジ。2回表に入ります。ドラゴンズの攻撃、バッターボックスには4番和田。さて、ファイターズの先発は斉藤、ここまで9試合に登板して8勝1敗という成績。前回の登板は9イニング投げて防御率も0点台とまさに打たれない投手となっています。見逃し三振。インコースを待っていたでしょうか。最後は見逃しです。バッターも迷ったような感じでしたね。まあ、助かりましたよ。バッターボックス森野。斉藤、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。インサイド空振り。低いところへ決めてきました。あっという間に2ストライクです。変化球空振り。ご覧いただきましょう。最後は三振を奪いました。バッターボックス平田。ツーアウトランナーありません。マウンド上のピッチャーは斉藤、そしてキャッチャーは近藤。このバッテリーをドラゴンズ打線がどう攻略していくか。ノーボールツーストライクです。改めてお聞きします、バッターボックスの平田、どういうバッティングスタイルなのでしょうか。まあ、そうですね。変化球で空振りを取ります。スリーアウトチェンジ。ご覧いただきましょう。最後は三振を奪いました。小宮さん、ここまで両ピッチャーともに素晴らしい立ち上がりなんですが、いかがでしょうか。まあ、そうですね。言うことないというぐらいの出来じゃないですかね。そうですね。小宮さんからお墨付きをいただきました。ここは打ち上げています。ライトが取りました。8番バッターはキャッチャー谷繁。まずはワンアウトを取っています。アウトコースストレートが決まっています。低め見送りました。ストライクです。ノーボールツーストライク。変化球空振り。バッターは DH 高橋。ツーアウトランナーありません。初球狙って空振りです。さあ、2球目は何か。
めの球外れています。ストライクになります。ワンボールツーストライク。打ちました。一塁アウト、スリーアウトです。4回の表、ドラゴンズ打順よく1番から始まります。バッターは大島。先ほどの打席はレフトフライに倒れています。ファイターズ得点に動きはありません。0対0で4回を迎えています。さあ小宮山さん、まずは先頭バッターですよね。そうですね、塁に出して余計な神経を使いたくないですからね。まず先頭バッターはしっかり押されたいところですね。そうですよね。これはバット出ず三振です。ワンアウトです。バッターボックスは2番荒木。斉藤、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。アウトコース決まってストライク。インロー見極めています。インサイド押しました。これはどうか、センターに抜けました。ワンアウトランナー一塁です。厳しいコースだったんですが、うまく打ち返されてしまい、ここはゲッツーを取りたい場面ですね。そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。牽制がうまいピッチャーですからね、当然ランナーも走りにくいでしょう。今度はアウトコース行きましたか。はい、一球ボールになって、これで2ボール2ストライク。走ってきた、見逃し三振。2アウトになりました。この場面で盗塁を決められてしまいました。まずは簡単にストライクが来ました。低め見ました、ボールです。膝元へ食い込んでくるように変化球が決まります。ワンボールツーストライクです。シャー、このピンチ見逃して三振を奪いました。ピンチをしのぎました。ご覧いただきましょう、ピンチの場面でしたが連続三振で決まりました。その三振で気持ちが乗ってくるんじゃないでしょうかね。三振を引き出したら取りやすいな、大谷翔平より。大谷翔平はボールが速いから、ストレートより三振。小宮山さん、ここまでお互い譲らず投手戦となってますね。そうですね、個人的にはこういう試合が大好きなんですけど、見てる人はちょっと退屈かもしれないですね。突破口を見出すことができるんでしょうか。際どいところ、これはボールになります。追い込まれました。ワンボールツーストライクです。変化球で空振りを取ります。まず一つアウトを取ります。ご覧いただきましょう、最後は三振を奪いました。バッターボックスには6番平田。斉藤、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。今日の先発ピッチャーはファイターズが斉藤、そしてドラゴンズが川田、この2人の投げ合いとなっています。このボールには手が出ません。ストライクです。あっという間に2ストライクです。見逃し三振。いいとこ投げてきますね。バッターボックスには7番タイ。先ほどの打席はライトフライに倒れています。2アウトランナーありません。さて、このところのドラゴンズですが、ここまで5連敗、連敗脱出はなるのでしょうか。速いボール、膝元決まってストライク。ノーボール、ツーストライクです。ファウルになります。次が4球目。これもファウル。スライダーにはタイミングが合ってないようですね。引っ張った、レア。
一塁アウトでスリーアウトチェンジです。今日は立ち上がりからコントロールが安定しています。球種の割合、札幌ドームからお送りしています。ゲームは6回の表に入ります。ドラゴンズの攻撃、打席には1番バッター谷繁。ファイターズ得点に動きはありません。0対0で6回を迎えています。打ちました、ピッチャーゴロです。アウト、ワンアウト。バッターボックスには代打のエルナンです。まあ小宮山さん、ここはしっかり抑えたいですよね。ここは落ち着いて投げてもらいたいですね。そうですね。さあ改めて集中していきたい場面です。低めの球ストライク、ノーボールツーストライク。低めの変化球です。変化球外れました。すまいなんか。打ちました。ファウルになります。高め外れました。スリーボールツーストライク、フルカウントになっています。打ちました。セカンドが取る。ツーアウトになりました。打順は1番に返ります。バッター大島。ツーアウトランナーありません。インコース決まってストライク。あっという間にツーストライクです。さあ外してくるのか。ファウルになります。見逃して三振になります。スリーアウトチェンジ。そもそも味方打線打ってくれ欲しいな。まだかい。そんな向こうのピッチャーやんかな。梅山さん、ここまで見応えのある素晴らしい投手戦となってますね。そうですね、もう本当に持ち味を存分に発揮して非常にいい締まったゲームですね。本当にそうですよね。この後どこで試合が動くんでしょうか。膝元へ持ってきました。ノーボールツーストライクです。見逃して三振です。ワンアウトです。バッターボックスには3番ルナ斉藤。まずは先頭バッターを三振に仕留めています。初球ストライクを取りました。2球目も決まります。ファウルになります。見逃し三振。ご覧いただきましょう。最後は得意のボールで見逃し三振。ファウルになります。空振り、低めいっぱいのコース。ノーボールツーストライク。これはバットです。三振です。スリーアウトチェンジ。ご覧いただきましょう。最後は素晴らしいコースに投げ込んできました。そうですね。8回まで来ました。追いかけるドラゴンズの攻撃。バッターボックスには5番森野。ファイターズリードで迎える8回です。小宮山さん、リードをもらってのピッチングとなりますが、やや気持ちの面では楽になってきているでしょうか。まあただ最後までしっかり守りたいですね。確かにその通りですね。
変化球空振り、まず一つアウトを取りました。ご覧いただきましょう、最後は外に逃げる変化球で空振りです。そうですね、逃げていくよね。追っつけて打ちました、ワンバウンドヒットになりました。そう、これで4試合連続安打、ワンアウトランナー1塁となりました。さあ、この終盤1塁にランナーを許しています。バッターは谷、ここを殺す、やっていった、何、ファーストランナーセカンド回って3塁に向かう、3塁へ送球、谷、これが今日の初ヒット、ランナー3塁1塁となりました。さあ、そして打席には谷繁が入っています。さあ、ランナーを得点圏に背負っています。まあ、ここを抑えることで勝利がぐっと近づきますから、ここは抑えないといけませんね。なるほど、そうですよね。このピンチ見事三振を奪いました。ツーアウトになっています。いい球ですね。今の打席はキャッチャーの配球が良かったですね。まあ、ただね、勝負強いバッターを迎えてますから、バッテリーも十分に警戒した方がいいでしょうね。その警戒すべきエルナンデスが打席に入っています。ランナーここはスタート切りません。さあ、ここは投げ勝ちました。アウト、スリーアウトです。ピンチを切り抜けました。非常にいい変化球。無失点の好投でここまで来ました。小宮山さん、この回を抑えれば完封勝利です。今日は非常にテンポのいいピッチングを見せてくれてますよね。そうですね、あと1人頑張ってもらいたいですね。ベンチの期待に応えられるんでしょうか。流しました、三遊間抜ける、そのボールヒットしてくるかな。これで3試合連続安打、ノーアウトランナー1塁です。点差を詰められたくない場面ですが、ノーアウトのランナーを許しています。バッターボックスには荒木、そして一塁ランナーは大島。ランナースタート、キャッチャー送球してボールイン成功です。ここで盗塁を許してしまいました。まあ、バッテリーもね、警戒してたんでしょうけどね。このピンチ空振り三振に切って取りました。まず一つアウトを取りました。ご覧いただきましょう、最後は三振を奪いました。さあ、そしてバッターボックスにはルナが入ります。さあ、ワンアウトになりましたが、まだピンチは出していません。ここでジャスト抜けた、セカンドランナー帰れば1点差、バックホームする、センター前ヒット、これで6試合連続安打。さあ、そして打席には和田が入っています。さあ、なおもピンチの場面、ここをしっかり抑えておけばぐっと勝利が近づきますんで、ここでのピッチングは重要になりますよ。なるほど、そうですよね。さあ、ここは投げ出しました、ツーアウトになっています。ご覧いただきましょう、最後は三振を奪いました。いや、非常にいい組み立てでしたね。まあ、ただ次は怖いバッターなんでね、この打席は要注意でしょうね。そうですね、さあ、気をつけていきたい森野がバッターボックスです。一塁ランナーのケアは重要ですよ、同点のランナーですからね。よっしゃー、試合終了。今日は見事な完封で白星を挙げました。ちょっとワンダー打たれすぎたな。なかなかノーヒットノーランとかパーフェクトゲームってできるね。リッサー、今のチーム状態見てると負ける気がちょっとしませんね。いや、本当ですね、とにかく内容で圧倒してますよね。そのいい流れ、明日も期待しましょう。勝ったファイターズ、接戦をものにしました。一方のドラゴンズですが、痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームはファイターズが見事勝利を収めています。今日の解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで札幌ドームから失礼いたします。